行政区、マウレ州イコールセブン州は、南アメリカ大陸地理共和国の中部にある州である。北からの重列で7番目に当たる。面積は3296平方キロメートル。人口は90万8097人であり、その1、3は農村部に住んでいる。州と渡るか。州名は、アンデス山脈を源流に、 流域面積2600平方キロメートルを誇り、インカ帝国南京に当たったマウレ川に由来する。マウレ州は多くの著名人を輩出している。特に作家や詩人、大統領を含む政治家、科学者や博物学者、牧師やミュージシャン、民族学者、ジャーナリストや歴史学者などで知られる。長い距離を経て、州を横切るマウレ川は地理の文学に、 大きな影響を与える、最も優れた川と捉えられている。多くの小説などで舞台として、または川そのものが主人公として描かれ、数々の作家や小説家たちはこの川が、州の伝統文化を醸成したと考えている。州内の小さな町や村には、植民地時代の住居や修道院など多くの建築物が保存されている。その中でもタルカ県とリナレス県にある。 パリッシュ教会は、その美しさや、歴史的、建築学的価値の高いものとして知られる。州は4つの県に区分される。各地区はさらに直轄市に分けられ、マウレ州の場合は30の市がある。ありがとうございます。